毎度こちらです。ハッセルブラッド SWC ですね。元箱入りです。この古いタイプの元箱入りは初めて見ました。箱も綺麗っぽいですね。箱も綺麗ですね。こんな状態です。取説とか保証書はついてないようです。こちらがファインダー純正ですね。まあ、多少すれますけども、まずまずといった感じです。見えもきちんと見えてます。ただこのプリズムで下の水準器を見るんですけども、これもきちんと見えてました。キャップは純正です。このシリーズフィルターを挟むリングもついてます。こういうの後から探すと大変ですけどね、ついてるといいですね。これでフィルターを挟むということですね。レンズはビオゴン 38mmF4.5、299万台です。レンズの共同にはちょっとすれあります。が、まあ、古い割には綺麗な方だと思います。まあ、振動品ではないですが悪くないと思います。バックは新しいマガジンですね。このボディとは全然違う新しいのがついています。まあ、これも綺麗ですね。1できちんと止まります。番号は合ってないですね。まあ実際問題ないと思います。ボディの方は綺麗ですね。特に当たりへこみなどはないと思います。これもメッキ綺麗です。水準器も大丈夫です。バルブ今絞りが22ですね。これで開放です。これ SWC にしては綺麗だと思います。ペンライトですね。ペンライトで見てもこのように結構抜けはスカッとしてますね。まあ、中多少ほこりはありますが、まあ悪くないと思いますね。よくシャッターが擦れて傷になってるのがあるんですけど、これは大丈夫のようです。このように変なバラしもしてません。素人さんがガチャガチャ触ったような跡もないですね。悪くないと思います。1秒。結構ガチッガチッとしっかり動いてる感じです。絞りも動いてますね。
うん、シャッタースピード速くても脂肪もきちんと動いています。セルフ、セルフも大丈夫ですね。しっかりしたボディだと思います。まあ共同のガタなどもないです。絞り動きもいいですね。ヘリコイドもスムーズです。かなり寄れますね。12インチですね。非常にいい状態だと思います。